男性客の背後で女中と接吻をする紫帽子をかぶった色赤種。京の宮川町の影間茶屋にて、西川助の部作。1716年から1735年頃。影間茶屋とは、江戸時代中期、元六年間頃に成立した影間が売春をする居酒屋、料理屋、京成屋の類、京飯など髪型ではもっぱら、若酒茶屋。 和歌手宿と称した。元来は、影間とは歌舞伎におけるお山の修行中の舞台に立つことがない少年を指した。彼らが男性と性的関係を持つことは、お山としての修行の一環と考えられていた。ただし、お山の男章は一部であり、今でいう、女装をしない男性の姿のままの男章が多くを占めていた。影馬茶屋は当初は、芝居小屋と併設されていたが、 次第に断食目的に特化して独立した影間茶屋が増えていった。売食主導は室町時代後半から始まっていたとされるが、江戸時代に流行し定着した。江戸で特に影間茶屋が集まっていた場所には、東映山危険院の所轄で助食を禁じられた僧侶の多かった本郷の湯島天神門前町や芝居小屋の多かった日本橋の吉町がある。 宮川町、大阪では道頓堀などが有名だった。江戸においては、上方から下ってきたものが、物腰が柔らかく上品であったため喜ばれた。地方にも、飛び子や工具寺といった談笑があり、東海道の沖月読み寺の門前では公約屋を兼ねた影魔茶屋がの木を連ねた。料金は非常に高額で、庶民に手の出せるものではなかった。 平賀元来が内が、影間茶屋やや、暖色案内所とでも言うべく、江戸暖色祭建菊のその、暖色評判期暖色しなさだめのを出しており、それによれば、一国で一分、一日買い会切りで三両、外に連れ出すときは一両三分から二両がかかった。ちなみに、江戸中期における一両は、現在の五から十万円相当とされる。主な客は金銭に余裕のある武家。 商人、僧侶のほか、女の場合は、古典女中や浮遊の商家などの御家が主だった。ただし、幕府の天保の改革で風俗の取り締まりが行われ、天保13年に影魔茶屋は禁止された。江戸での所在地と影魔茶屋の件数は以下のようになっている。ABCD、男の子のためのボーイフレンド P132、日本男食師より、 国立国会図書館デジタルコレクション、こと国総書第6巻391ページから396ページ、ケンプエルエドン布気構情感9月15日、2018年11月3日、閲覧、江戸の下半身事情。ありがとうございます。